風楼とは、ヨーロッパにおいて、手紙の封筒や文書に封印を施したり、主に瓶などの容器を密封したりするために用いる楼である。手紙や文書の場合は、この上に、印字で刻印することで、中身が手つかずである証明を兼ねる。メーカーズマークのブルートップなど、日本国外の酒瓶、例えば、ウイスキーやブランデーなどの高級酒の風にも、 手紙と同様の風呂を手作業で施すこともある。あるいは風呂を模した印刷物や樹脂製のパッチでリボンを留めるのに用いて製造者の照明とともに高級感の演出として用いられることがある。手紙の風に用いられる風呂には、印字、シーリングスタンプというハンコのような型、またはシグネットリングを押す。この印字には、差し出し人個人やその人物の家系のシンボルが、 刻まれており、差し出し人を証明する証ともなる。印字を意味するシールという言葉が、紋章と訳されることもあるものの、家や、個人の紋章はアームズ、または、コートオブアームズと呼ばれ、そのまま風浪の印字に用いられることはない。印字のデザインは紋章を元にしたものも、少なくないが、基本的にこれらは別のものとして扱われる。欧米の首相コー明ア・キラ、及び、 軍隊省などや各自治体の主張をはじめ、州知事、アメリカ合衆国大統領の職名省もシールと呼ばれる。これらはほとんどすべてが丸いデザインになっていて、これらはこの印字の丸い形から来ている。風浪で閉じられた封筒を開封すると風浪は砕けてしまうので、受け取り人が開封する前に誰かが開封すれば、すぐに露見し、印字を成功に偽造でもしない限り、 再び同じように封をすることも難しい。逆に、風浪印字を押すのを忘れると、本人が差し出したものであっても名当人には信用してもらえないということもあり得る。昔は、メッセンジャーを使いに出し、信書は使いのものから、宛先の本人、または、その代理人へ直接手渡しで渡されていたため、輸送中に風浪が砕けてしまうことは、あまりなかった。 現代の大量輸送による新書の運搬の際には他の郵便物とぶつかったり擦れ合ったりした時に風浪が砕けてしまうこともある。また近代郵便制度が開始され料金全農制度として切手が開始されるとメッセンジャーに家事承認を使う必要がなくなった。そのため風浪は次第に使われなくなった。また手紙には 印象とサインを添えていたが次第にサインのみの署名となり、印字も使われなくなった。なお、途中で封筒の口が開いてしまわないようにするためには、風楼以外にも糊などで封をしておく必要がある。また現代の欧米における交渉人が署名と共に用いるものも、ノータリーシールと呼ばれ、風楼の印字に似たシンボルのエンボス印を押す。現代においては、ラッピングや、 グリーティングカードの装飾として使われることも多い。割れを防止するために弾力のあるフレキシブルタイプのローやグルーガンタイプのローも販売されており、郵送の際の破損防止にも役立つ。風呂とンジは日本でも輸入文房具を扱う文房具店や雑貨店、通信販売などで購入することができ、近年では100円ショップなどでも安価なものが販売されている。 シーリングスタンプのデザインはあらかじめ決められているものから選ぶか自分で考えたデザインをオーダーメイドで作ってもらうこともできる。また、手軽に風呂を使う気分を味わうためにポリレジン製のシーリングワックス風シールが販売されている。現在、風呂に用いる道具を製造している主なメーカーブランドは次の通り。ありがとうございます。